どうも、こんにちは。多額の贈与税の支払い義務があるのではないかと話題の元ナンバーワンキャバ嬢の姫香さん。姫香さんはエースグループのレイズのキャバ嬢でしたが、2024年2月15日からは社長として元社長の綾田社長と同店の共同経営をしています。大阪の夜の世界では知らない人がいない有名人で、現在はインフルエンサーとして若い女性からも人気です。その姫香さんが元彼のかけるんこと菊池かけるさんが姫香さんについて様々な暴露を始めたことで話題になっています。そのことから姫香さんには多額の贈与税の支払い義務やロマンス詐欺の疑いが浮上しているようです。そこで今回は贈与税の金額やかけるん暴露の経緯についてお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴お願いします。元ナンバーワンキャバ嬢の姫香さんが贈与税を支払っていないのではないかという疑いがかかっています。きっかけは元太客で元彼氏のかけるんさんがインスタライブで姫香さんに25億円相当のプレゼントをしたと発言したことが始まりです。贈与税は110万円までは控除され、税金の支払いはありません。しかし姫香さんがもらった金額は25億円と圧倒的に超えているため、贈与税の支払い義務が発生します。今回のかけるんさんの話が本当であった場合、姫香さんはかなり苦境に立たされることになります。姫香さんが贈与税を支払えない場合は財産差し押さえになる可能性があります。また脱税により逮捕される可能性もゼロではありません。贈与税がいくらかかるのかは次の見出しで説明します。今回のかけるんさんの話が本当だった場合に姫香さんにいくらの贈与税がかかるのでしょうか。その金額について税理士事務所の代表の YouTuber 脱税理士菅原くんが解説しています。菅原くんによると25億円相当のプレゼントにかかってくる贈与税は税率 55% で約13億円とのこと。また今回姫香さんは税金を未払いであったため無申告加算税の 20%、 2億6000万円が追加される可能性があるそうです。さらにはこれが意図的な無申告脱税であった場合、無申告加算税から重加算税に変更され 40%、 5億2000万円が追加になります。姫香さんは以前 YouTube でもらってばかりだと贈与税がえぐいんですよとコメントをしています。そのことから贈与税を支払う必要があることは知っていることとなり、重加算税が課せられる可能性も高くなります。しかしここでは終わらず、税金の支払いを延滞していたことによる延滞税も追加され、総額で20億円ぐらいになるのではないかと話していました。しかもこれを現金一括納税しなくてはならず、できない場合は財産差し押さえとのこと。23歳という年齢で20億円は厳しいかもしれませんね。かけるんさんと姫香さんは2023年1月頃まで交際をしていたようですが、なぜかけるんさんはここまで姫香さんのことを暴露することになったのでしょうか。まずかけるんさんは姫香さんに対して相当な不満が溜まっていたようです。かけるんさんは交際について複数の約束を前提に進行していたと発言しています。しかしその後姫香さんはかけるんさんの LINE をブロックし、インスタでこんな人だとは思わなかったと発言し、一方的に関係を切られました。さらに今回の暴露の決め手になったのは、大阪で姫香さんの父親に遭遇した時に父親から失礼極まりない態度を取られたことだと語っています。そんなかけるんさんは現在もインスタのストーリーなどで姫香さんに対する攻撃を続けているようです。そんな中、出演者が裏ネタを披露するバラエティ番組今田耕司のネタバレミーティングの9月21日の放送回がインターネット上で注目を集めているといいます。実はこの日に出演するゲストが姫香さんだったのです。彼女は9月14日にインスタグラムでネタバレミーティングの番組収録に参加したことを報告しました。しかし現在はアカウントを非公開にしているように、姫香さんの出演自体が危ぶまれる騒動が起きているようです。先日の通り、元恋人だったかけるんさんがストーリーズやライブ配信を通じて金品にまつわる姫香さんの横暴を明かしました。また今回かけるんさんが主張している被害額は数十億円、姫香さんが結婚を匂わせて金銭を捧げたものの
その後に音信不通になったとして、約束不履行による現金差しで刑事告訴を検討しているそうです。またかけるんさんは姫香さんに25億円相当のプレゼントをしたにもかかわらず、彼女が贈与税の支払いをしていない可能性にも言及しており、こうした疑惑が今 SNS などで騒がれています。その最中、姫香さんの番組出演が発表されたため、インターネットでさらに炎上。番組出演を伝えるヤフーニュースの記事のコメント欄には批判が殺到しています。今グレーな話題が出てますし、子供には絶対見せないです。このタイミングでのテレビ出演はもう少し考えていただきたかったです。出す方も非常識です。悪影響を与える存在を誰でも見ることのできるテレビに簡単に出すんですね。内容は知りませんが、未成年者が見て憧れでもしたら大変です。地上波でこの子を出すテレビ局、頭湧いてらっしゃるわ。テレビ局側も今この子が炎上しまくってるって分かってるはずなのに、といった起用するテレビ局に対する意見も多く見られました。また芸能記者は、読売テレビにはなんで出演させるんだという苦情が多数寄せられているようです。近年テレビ局はコンプライアンスを重視しています。姫香さんが沈黙を貫いているため、男性側の主張はあくまで疑惑にとどまります。とはいえ、 SNS で炎上する人物を起用することに納得がいかない視聴者も多いのでしょう。当日の放送で姫香さんの出演シーンがあるかどうか気になるところですと語っています。テレビ局はどのような対応をするのでしょうか。今回かけるんさんから数多くの暴露をされてしまった姫香さん、かけるんさんからもらったプレゼントなどの贈与税は18億円を超えるとも言われています。プレゼントの額が額なだけに、贈与税もすごい金額ですね。この18億円もの贈与税、姫香さんは支払うことができるのでしょうか。もし仮に支払いができずに自己破産になった場合でも、贈与税の支払い義務がなくなるわけではありません。しかし姫香さんの両親やその家族たちの支払い義務はないようです。税金の滞納はあくまで納税義務者の問題ですので、代わりに税金を支払うよう家族が要求されたり、家族名義の財産が差し押さえられたりすることはありません。そんな姫香さんですが、姫香さんが所属するキャバクラグループの黒服の女性は8月27日の TikTok の生配信で、一連の姫香さんの騒動について単なる噂と問われると、そうと反応。暴露については当事者じゃないとわからんくないですか。それに乗っかりすぎやし、信じすぎじゃないですか。噂話は大嫌いとコメント。さらに人気 YouTuber ヒカルさんは7日自身のチャンネルに動画を投稿し、過去に共演経験のある姫香さんの騒動について、切り方が悪すぎたっすねとの見解を示していました。ヒカルさんはかけるんさんに対して、女の子に貢いだとするやん、その女の子に対する感情って普通じゃないもんな、その子から関係いきなり切られたら冷静な自分じゃいられなくなる気がするんやってと同情していました。とはいえ、夜の世界ってやっぱドロドロなんやろなっていう、それがたまたま表に出てしまったっていうだけでとコメントしつつ、姫香さんにはあそこまで行くとなんか開き直ってほしいけどなともアドバイス。また上智大卒のインフルエンサー加藤由里さんは、人との関係を終わらせる際は円満に終わった方がいいなって思いましたと話しています。そんな姫香さんは今年9月7日の東京ガールズコレクションに出演するなど、キャバ嬢以外にも活動の幅を広げています。かつては ABEX の練習生だったことが知られており、同社の松浦雅人会長とも YouTube 上で共演していたこともありました。この暴露報道が果たして本当なのか、本人の口から説明がされる日は来るのでしょうか。今後の動向に目が離せませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。